ISKA 世界バンタム級王座決定戦。兄に喧嘩で勝ちたくて始めたキックボクシング、いつの間にか少年は大人になり、ついに世界の頂点へ挑む。レベルス 52.5 キロ級王者、小笠原英策。アマチュアに出始めた頃は10連敗を喫するなど、決して天才ではなかった。エザが続けるこう才能はありますよね。サウスポーに転向し、めげずに練習を続けていくと、結果が出るようになった。高校時代にプロデビュー。時には負けることもあった。それでも鍛錬を積み、大学4年で迎える世界王座戴冠のチャンス。今55キロすごい盛り上がってると思ってて、ラスコ天心天心もいるし、シロップもいて、まあ、ISKA はそこの2本、まあ、3つベルトがあるうちの2本がその強い日本人が2人持ってるって中で、すごい、まあ、自分もその中で3人目違うルールですけど取れたらすごい面白いんじゃないかなっていう。努力の天才が迎える世界戦、頂点の手は届くか。王座を争うは ISKA 2冠を狙う紛れもないワールドクラス。ジョバンニ・フランク・グロス。これまで5つのタイトルを獲得したベルトコレクター。現在7連勝中と勢いも十分。定評のあるテクニックでレベルス王者と相対する。またノックアウトで少しレベルスからは離れてましたけども、その中でここ4戦また成長した自分をしっかり見せるので、今回は本当に応援よろしくお願いします。努力の天才が迎える世界戦、努力の証を頂点に刻め。ISKA 世界バンタム級王座決定戦、ジョバンニ・フランク・グロス VS 小笠原英策。